はい、じゃあどうぞ。はい、お邪魔します。はい、トップルスイッチみたいな感じで、そう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 、なんだろう、ハイテクすぎてついていけない。ドラゴン、えげつない。はい、では、はい、最後のおすすめ、はい、どうですか、これですか。ちょっと怒られますかね。これですか、怒られますかね。すごい注目のおすすめ。でもマニュアルだし、まあ、スイフトマニュアル、スイフトスポーツも軽いでしょ。でこれも軽いし、まあ、2人しか乗れないけど、まあ、オープンエアの感覚も感じれるし、ただ新たな一歩としていいんじゃないですか。どうですか。どうかしてるぜ。試しにちょっと乗らせてもらうことは、ね、ありがとうございます。これちなみにこれどうやって乗るんですか。これね、これどうやって、この靴で。これはね、もう上から足、今日大丈夫、大丈夫かな、大丈夫です。はい、お風呂に入るかのように足を左足から、そうです、左足から入って、で、持つところはここを持ってください。ここは持つと、これは弱いのでダメなので、そことサイドを持つ、これ私持ちましょう、はいはい、こことサイドを持つ、足がまず入るから、はい、でそうそうそう、でも、そうそうそう、右足が入らない。そうだ、そうそう、そういう感じです。そうそうそう、すごい、どうですかこれ。あ、でも奥は結構広いじゃん、足伸ばせる。そうですね、狭まってはいるんですけど、でもどこがどれがクラッチでどれがブレーキでっていうのがちょっとね、目視できない。足の感覚で探すしか、3本目とか2本目みたいな。私だと靴する程度だけど、男の人だと多分本当に一緒に踏む、そうですね、レベルの近さ、こんだけしか距離ないの。本当や、ここがアクセル、ブレーキで、これがクラッチ。これ運転できる自信がない。私のこの足の大きさだと片っぽずつ踏めるけど、多分男の人だともう一緒にこう行くね。そうなのか。土足のマニュアルですけど、ショートストロークでスパッと入ります。そう、これはいいと思う。いつ動かしてみる。あれか分かんない。ここはニュートラルだ。こっちが一緒。そうですね、そうですね。結構重たい。重たい。ギアが重たい。そうですね、うん、で意外とクラッチの遊びがあったから足が足りない。スライドします。あ、します、はい、ただそんなしませんけど、うん、うん、硬い。あ、レバー引いてます、ね、レバー引いてます。これが一番前かな。だとしたら届かない。あ、158センチ以上の人じゃないとちょっと厳しいかも。前行くような気がするけど。本当です。もうちょっと前に来てくれると嬉しいです。構わない、無理です。牛乳に相談しましょう。ちょっとこれは人を選ぶ車ですね。いやー、でもなんか風がすごいですから、もう横からもあっちこっちからこう風に巻き込まれます、ね、ただなんか居心地がすごくいい。え、ゴーカートみたいな。もうこれほど機械を操ってる感のある車ってないですからね、他に。いろんなところが目新しくて、これはロービーム、ハイビームでしょ、うん、でこれラッパーですよね。でこれはライト、そうで、クラクション、これ、これ方向指示器これですからね。これなります。今は鳴らさない。これは確かに手作り感がすごい。手作り感がすごい。方向指示器はこれで、車みたいに戻らないので自分で戻さない、バイクです。バイクだ、じゃあバイクと一緒だ。そうそうそう、でも一応ちゃんとワイパーはついてるし、ほんとだ、これはワイパーだ。そうそうそう、いいっす。ウォッシャーもついてます。ハザードが遠い。もちろん、パワーステもついてませんから。あ、ステ重せだけど重くないです、走ってれば。一回乗ってみたいって感じはある。そうですね、うん、面白い。乾燥重量で490キロですね。軽い。90キロ飛ばされちゃうんじゃない。へぇ、これどうやって降りるの。降りるときはまた逆に、そうですね、足から出すっていう、ね、こう苦しんでる姿を撮るっていうね。そういうやつじゃないんだけど、ちょっと面白いですね。そしたらシートを一回下げた方がいいかもしれない。はい、下げた下げた。これ今下げましたか。だいぶ足が出るよ。車から降りれないっすけど。
これはね、セカンドカーぐらいで。そうですね。うまい。ちなみに今ドアを外してたんですが、これオプションなんですけど、ドアが一応ついてますので、ドアは2個の穴に入れないから難しいんですよ。こういう感じですね。で、ライトって触れませんけどね、自分で押さえとかなきゃダメですけど。よりないのそうそうそう。一応屋根もここにこれありますね。屋根もあるの？屋根もありますよ。これ屋根ついてるの見たことないでしょ。あ、ないですか？これあのつけるの大変なんでやりませんけど。あの一応ちゃんとつけてできます。でね、意外にね、ここに物も乗るんですよ。まあ、これも大変なんでこんなにありませんけど、ちょっとした物入れは。工具とか。そうですね。いや、あのお米と玉ねぎは乗りますから。大丈夫。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。あ、こうなるかな。これがスズキのジムニー軽自動車のエンジンですね。そうなんだ。だからこれ軽自動車なんですよ。黄色いナンバー。660cc のターボエンジン。で、スズキの場合は64馬力、日本の自主規制で64馬力なんですが、これは日本製じゃないので、自主規制ではなくて80馬力。というように。こういう風のないと思います。ちょっとね、乗ってみたさはある、はい、という感じで3台ご紹介してみました、はいはい、アバルト595 TR じゃないや、ミニだミニと、個人的にはミニが一番ちょっと今気になってますねって言われてますよ。買っていいですか？